週よりやりたい仕事が見つかったってことです、うん、そうですね、25年近く、まあ、機種をさせていただいていた中で、まあ、日本一、まあ、何かで一番になりたいという気持ちを持ってこの世界に入ってきたんですけども、まあ、その中で、まあ、勝つことももちろんなんですけども、何よりも競走馬の魅力に、まあ、こう魅せられて、その競走馬が変化していく過程なんかもね、こう実際、そばで体感していくうちに、まあ、騎手というのはどうしてもこう最後のバトンを受け取る立場で、重要な役割なんですけども、なんというかこう、より深く関われない部分があるというか、立場的に、まあ、そういうことでこうもっと一頭の馬に深く関わりたい、責任を持ってその馬の馬生を豊かにする作業をしたいという気持ちに駆られて、調教師を目指すことにしました。そうですね、目標とするレースでは特には定めてはいないんですけども、やはりその馬にとって、一番可能性のあるレースを選択していった結果、大きいレース、まあ、ダービーもそうですし、ジャパンカップもそうですけども、海外のレースも含めた中で、一番馬にとってベストな選択ができる調教師でありたいなと思います。目標とする調教師も特にこう、定めているわけではないんですけども、まあ、騎手として本当に多くのトップトレーナーとの関わりを持たせていただきましたので、まあ、そういった方々の、技術を、まあ、目の当たりにもしてきましたんでね、まあ、そういったところを、自分なりに参考にしながら自分のスタイルを、築き上げていきたいなと思っています。まあ、抱負に関しましては、まあ、先ほども言いましたように、一頭の馬に深く関わりたいということで、一番、関わりを持てる、責任のある仕事に就くことがこれからできますので、馬にとって競走馬にとってベストな選択ができる、調教師でありたいなと思ってます。いよいよなんだとワクワクしています。